的にはですね、あの山本早苗さん、あ、じゃなかった、高橋早苗さんに期待してたんですけどね、ちょっと小渕さんだとね、やりにくいというか、まあでもね、よくよく考えてみたら、まあ、安倍さんの狙いはね、そのやりにくそうな人にやって、ね、批判をかわすということですからね。あれです、小渕優子さんだと思わなきゃいいんです。経産大臣とか経産省だと思えばいいんです。まあ、はっきり言ってしまうと、かわいそうなことに彼女お飾りでしょう。すでにね、見ててわかると思うけど、ということは、政策決めてるのは官僚の皆さんです。そして彼女を操ってる、まあね、政治家の皆さんとかなんです。だからね、まあ、個人名を挙げて茂木敏充さんみたいになんかね、悪大官、あ、失礼、悪大官とか言っちゃ失礼だな、悪徳、あれ、悪徳とか言っちゃ失礼だな、なんか、いけ、あ、そんなこと言っちゃ失礼だな、まあ、ともかく男の方が文句言いやすいんですが、女性だから言いにくいということをかわすためにもですね、めんどくさいから、ね、経産大臣は恥を知れていいですよ、経産省は恥を知れていいですよ、ね、逆に言えば大臣が変わったところで基本的な政策が変わらないということを暗に言われてしまった以上は、役所そのまま責めるしかないんですよ、ね、まあでもね、やの手この手を考えてくるでしょう。小渕優子さん、何の方ですか、 TBS のディレクターでしたよね。まさかね、原発再稼働について語るとか、ニュース番組とかにねじ込んで、ね、涙ながらにもう原発必要なんですよとか言っちゃうんでしょうかね。京京電磁連とか言ってね、あの東京電力あたりが CM 流しちゃったりしてね、そうですね、電子ちゃんとかどこ行っちゃったんでしょうね。電子ちゃんね、賠償金のネタにされちゃってるんでしょうかね。でもね、そういうね、マスメディアを使った戦略とかにも注意しなきゃなりませんね。まあ、民放のね、許認可権は変更とかね、放送法の公平中立とか破れたら、総務大臣に近ようかと思ったら、総務大臣が山本早苗さん、あ、失礼、高橋早苗さんでした。シャレになってません。でもね、冗談抜きの話で、そういうメディア戦略とかやってくるでしょう。でもね、皆さん、もうここにいる人は騙されてないと思います。原発が安いというのは本当、原発が安全だというのも本当、日本の民間技術は外国に貢献して平和技術に使われているイスラエルのミサイルの誘導措置でした。そして日本の原発は世界一安全な技術、福島いまだに収束してません。文字に、ね、運だけ金使って20年使っても実用化できません。世界一の技術、素晴らしいですね。素晴らしいです。どんなマスコミやプロパガンダを流そうが、女性大臣になようが騙されない。さてここで皆さんのご協力をお願いします。私の顔を見た瞬間、もうこのネタしかなくて、どうやって1000人集めるかしか考えてないというのが本音でございますが、9月11日、経産省電気広場3周年記念9万チェーン、1000人でぐるっと囲もう経産省ということなんですが、大臣が変わったということで、皆さん、新大臣に文句を言ってあげたい方、ぜひ来てください。そして、原発が今まで安いと散々騙された皆さん、騙したら前の大臣、いや、それ以前の大臣かもしれない。もしかしたら前の政権かもしれない。でもやっぱり責任者大臣ですからね、言ってあげましょう、ね、全国のお母さん、母としてやっぱり再稼働とか不安ありますけど、動かさないとダメなんじゃないかと思いますみたいなこと言ってるけど、動かすことはないんです。全国のお母さん、経産大臣に不安だったら動かさないと言いに来ませんか、ね、というわけで新大臣にもなったことだし、9月11日は当然ここにいる皆さん来てくれますよね。やはり1000人で囲まなければ、もちろん1000人以上来てくれればもっといいです。でもね、本当に多くの人、もちろんこれテントの3周年記念なんで、テントを守れとかテント裁判勝利とかもあるんですけど、大臣変わったことですから、どんどん経産省に文句言いたい人来ましょう。じゃああなたがやるでしょ、ね、そして9万チェーンで20、30人囲んでやればいいんです。圧倒とすればいいんです。いいですか、原発反対の世論、マスコミ、主要なマスコミ、これかなり実はね、下等派としての反対に足を切ってるんじゃないかと思うけど、6割反対ですよ。
ね、どんな世論対策したって料金値上げって脅したって6割反対ですよ。そして原発ね、そういうことやりながら騙し来たわけです。そんなんで動かしていいわけないでしょ、ね、そんないい加減な国がやってるもん外国に売りつけていいわけないでしょ、ね、経産省に文句言いましょうよ。9月11日もちろん以外も普段毎週金曜日決算やってくれてますけど、9月11日は特に特別に本館前は撤去広場の皆様が、あの特に原子力行政で責任がある資源エネルギー庁側は、まあ、テッサンの体調が心配ですけど、テッサンに司会を頼んだら18時からの集会と打つですね、あまりでかい声で言うとテッドに怒られるんですが、あの記者会見本当は17時から18時までテッドやってるんですけど、ここで騒ぐと記者会見の邪魔になるんですけど、おそらく資源エネルギー庁側は聞こえないということなので、テッサンが到着次第速攻に抗議に入りたいと思います。あのちなみに向こう側の責任者は私ですけど、しらばっくれますんで、あ、テッド聞こえちゃってるからまさにそういう感じで、小渕優子さんにも資源エネルギー庁にも、そして名のない官僚、あれ後藤久典だという方いましたね。まだいるよ。まだいるのか。確か武器室担当だったと思うんですけど、確か暴言ブロガーでしたね。そういう人にもどんどん文句を言いましょう。ね、国民の権利、有権者の権利、定番権ですよ。今日もね、会場保安庁とか言ってきましたけど、内心ムカついてんだこいつらよって言ってんだなと思いながらも、やっぱり主権者の声を聞かざるを得ないんです。ちゃんとね、面会のアポ取っていった以上は、まあ、テントの方も正式に申し入れを11日はやります。そして我々もそれを激励する形、そして原発再稼働を起こすために声を上げていこうじゃありませんか。11日は1000人、もしくはもっとそれ以上の結集をお願いします。以上です。それでは皆さん、別に小渕優子にお名残惜しくはないんですが、このまま丸投げして帰ってしまうのもですね、私も心は痛いんですが、何分ですね、最近蛍光ペンの黄色のような鼻汁がちょっと止まらなくなってしまいまして、ちょっとそろそろ帰らせていただきます。で、9月11日私の天気になった日でもあります。あのツインタワーに飛行機がぶっついて、その後私はなんだこの嘘くさいアフガニスタン戦争っていうのはっていうので声を上げ始めて、そして少し後にイラク戦争、これはいよいよやばいだろうって言って声を上げた、拳を上げることになった、そういう記念すべき911でもあります。だから張り切っていきます。ただしテントの方々の手前もあります。資源エネルギー庁は窓に1人で10万、第3週をよろしくお願いいたします。それでは神谷君、あとは頼んだよ。で、神谷君、この見てください、脱原発片ままウォークバッテリーを外して内蔵のバッテリーに切り替えていくので、あとはよろしくお願いします。え、あのこの